はいどうもこんにちはトコです今日はね久しぶりに編集動画という形でお届けをしています、えー、ずっとねここ最近ライブ配信というのをやってきて もう、ね、毎週のように更新をしていくっていうので結構ねまあライブの本番はもちろんのこともうその準備がねものすごいねしんどかったんですよねなんでちょっとライブ配信をちょっとお休みという形とまあねちょうどタイミング的にもねあのヨーロッパはもう夏休みに入ってるんでそんな感じでちょっとねネットの活動というのを2週間ほどお休みをね頂い,いてでねちょっとリフレッシュをした上でねまた配信をねやっていきたいかなということで 今日お届けしています。またよろしくお願いします。前回の配信はですね、あの、写真家の山谷祐介くんに出ていただいて、えー、まあ、出ていただくといっても僕はオランダにいるので、日本にいる彼とズームでつなげてで、その様子をですね、ライブ配信でお届けしたんですけど、彼のね、新しい写真集、こちらのね、ドアーズという本、こちらをですね、あの、皆さんと共に読み込んでいこうということで,ですね、彼の話を聞いたんですけど、やっぱりね、写真家っていうのは、結構やっぱりその時、 は、やっぱなかなかね、周りの人はちょっとつかめないとこあると思うんですよ。かつ、やっぱその本人も、やっぱり自分がやってること何なんだろうみたいなことをですね、やっぱりね、もう半分分かってるつもりだけど、やっぱ新しいことをやってるっていうところはやっぱりあると思うんで、そういった感覚がね、やっぱりあると思うんですよ。でやっぱ写真表現っていうのは基本的に僕はすごくね、もどかしいものだなっていうことを感じてるんですけど、彼のね、この作品もそういう意味ではね、あの、いい塩梅のもどかしさ、 何なんだこれみたいなね。そんな感じはね、皆さんも味わっていただくにはね、すごく最適な作品なんじゃないかなということを思うんですよね。でね、まあこれをね、あの前回のライブ配信でお届けしたんですけど、これに基づいてね、今回ね、こんな感じの本を手に入れました。はい。これね、クリストファー・ウールというね、アーティストのイーストブロードウェイ ブレイクダウンということでね、そういう風になタイトルになってるんですけど、これはまあ紹介って言ってもね、まだ読み込み系はね、ちょっと大変なんで、みんなもね、別になんかそんな一冊一冊じっくりね、知りたいっていうわけじゃないじゃないですか。まあ、だからちょっとね、僕が手に入れた本とかをね、あの、細切れに紹介していくっていうところでね、あの、見せていけたらと思うんですけど、結構ね、やっぱ分厚いんですよ。あれね、結構半径もね、これに似てて、 でそもそもね、何なんだっていうと、あの、山谷くんがこの本を作る上でね、この本を結構参考にしたらしいんですよ。このデザイナーのね、鈴木さんという方、この本をね、デザインした方と一緒にね、この本を読み込んでって、結構ね、これを作っていったっていうことでね。で、彼からね、この本を教えてもらった時に、クリストファー・ウールっていうと、やっぱあの、抽象絵画で有名な人だったんで、これね、写真やってるっていうのは知らなかったんですよ。でこういう本があるんだなぁということで,で。しかもね、これね、もう2000、 3年とかの本なんですけど、あのね、彼からこの作品を教えてもらって、ちょっとネットで調べてみたら、結構ね、グッとくる感じがね、あったんで、あ、これちょっと手に入れなきゃな、ということでね、早速手に入れちゃいました。はい。イーストブロードウェイブレイクダウンということでね。どんな本かっていうと、でもその前にね、この本をね、ちょっと、まあ、ちょっと軽くおさらいをしておいた方がいいかなとは思うんですよ。というのはね、この本を作る上で彼がね、山谷くんが参考にしたということなので、 これはね、もう何度もね、うちのチャンネルで紹介してます。はい。ドアーズという作品で、ライブパフォーマンス、ドラムのライブパフォーマンスに撮影行為をね、つなげて撮るということをやった、そういったね、変わった作品になってるわけですね。で山谷くん自身がドラマーとしてドラムを叩くと。で、そのドラムに接続されたセンサーがカメラにつながっていて、シャッター切れるわけですね。で、この真っ暗闇の中でドラムを叩くんで、 えー、ドラムを叩いた瞬間にカメラがストロー,ボーをバシッと叩いて彼を写すわけですよ。その様子がもうランダムに記録されていくっていう。ランダムに記録されていくっていうよりは、彼自身がもう撮影行為を気にしなくてももうなんか撮影が進んでいく。パフォーマンス。ドラムを叩けばた叩くほど写真が生まれるというね。そういうような作品になってるわけですよね。だからもう彼もね、このこんなもう変顔なわけですよ。もう何が映るかわかんないから。 でも、後でね、それを自分で、山谷くんが自分でセレクトをして、それをね、編んでいくというところで、この本の中に入っているのは、ヨーロッパを回ったパフォーマンスツアーの様子なんですね。ヨーロッパの中をですね、いろんな場所をですね、巡って、そこで撮った、えー、撮ったんじゃないな、パフォーマンスをした、その、え、写真を、 集めて本にしたという風なね、もともとはクラウドファンディングが目的だったそうなんですけど、えー、このね、ヨーロッパツアーに出るためのクラウドファンディング、その資金をですね、募るために最終的にね、こういう本を作りますからという風なね、約束の上で彼がね、募ったらちゃんとお金がね、集まったということなんですね。面白いですね。これ400ページ以上あるんですよ。半端ないでしょ、これ。 こんな感じで、あのだ、あ、そうそう、これね、だからどう、どういう写真かっついうと、こ現地で写真は撮るんだけど、しかもね、プリンターを6台とか10台とか、もう大量にね、そのドラムの後ろにセットするわけですよ。だそのプリンターがギーコギーコとねど、ドラムを叩いた瞬間に、瞬間からそのプリンターが始まるわけですよ。で、そうやって出力されたプリンターの紙。でしかもこれほら、ノイズが入っちゃってるわけですね。 紙のね、あんまりいいプリンターじゃないのをうまくね、あの、使って、このノイズ感というのもですね、から取り入れてるわけですよ。で、これをね、本にまとめたっていうふうなね、えー、ものになってるんですが、前回のね、配信、そのライブ配信で山谷君と話をさせてもらった時の中ではですね、僕はこれは、あの、ドアーズのスピンオフ的な本なんじゃないかということを話をさせてもらったんですね。というのは、えっ、ー、と、その一つ前に、あの、彼が作ったね、その、もっとね、アートワーク的なね、あの、ピース、 を集めた本が本ではない。なんつうのアートブック的なね、ものがあるんですよ。それが本来のその形式であって、これはそのね、実際の旅の様子も含めた、要はね、その旅の過程にとってはスナップとかも入ってくるので、スピンオフ的なね、本なんじゃないかというふうにね、捉えさせてもらったんですけど、ここにね、どうやらこれが影響を与えていたということでね、今日はね、これを軽く見ていきましょう。 これね、かっこいいんですよ。何がかっこいいかっつったら、テキストがないの。<laughs> 全部写真。これ、まあ、ちょっと軽くね、見ていきましょうね。まあ、もう2003年の本ですから、まあ、そんなに新しい本ではないからね、中身見ても問題ないと思うんですけど、ほん街の中でどうもね、ランダム的に撮ってった写真をね、もうひたすらページをね、まとめたっていう感じなんですよ。写ってるものはもう何気ないね、その街なわけですよね。 そういったね、なんかこれを撮るぞっていうふうな写真ではなくて、ふとなんか紛れ込んでしまった風景みたいなね、そういったものが写真に写っていて、で、それを何百ページも編むことで見えてくるものがあるっていうね、そういうふうな作品になってるんじゃないかなというふうに思うわけですね。要はね、これ写真家ではなくて、ペインターの写真作品でもあるんで、多分ね、その抽象絵画を描く上でのなんかヒントになってるんじゃないかなということをね、勝手に僕は思いますけど、 これをね、彼はね、なんかヒントとしてたわけですね。この本。さっきのね、ドアーズを作る上で、これをヒントにしたということで。いや、なんてことないんですよ。もう言ってみたら、何写ってんのみたいな話だから、普通の人が見ても、え、これ何これよくわかんないけど、みたいなことで終わっちゃうものなんだけど、ここから、じゃあこの写,写真を撮るっていう行為をね、考えていくっていうことになっていくるわけですね。ちょっとマニアックな本ですね、これ。 で、これもテキストがないんですよ。ひたすらページ写真が続いて終わっちゃうっていう。えーみたいなね。いや、びっくりですよね。この潔い感じ。もう最後のページが、もうなんか暗い中のね、黒い車が写ってる写真で終わって、でもあとはクレジットですよ。奥付けで終わっちゃうみたいな。すげーなみたいなね。ブックコンセプトがクリストファーウールやってるんで、 まあ自分のね、コンセプト通りに作るっていうところがあったんだと思うんですけど、ひたすら、だら普通の洋書だったら、まず序文があるわけですよね。イントロダクション。このクリストファー・ウールとは何年生まれでどんな活躍をしてきてね。 えー、この作品に至ったかみたいなね。そういう固い文章が来るわけですよ。それも業界のね、権威的な人が書いた文章。で、そこから、うん、なるほど、こういう人なんだな、というところからね、本に入っていくわけですよね。で、そこで、ようやく作品が入ってきて、わーって来て、うん、なるほど、こう見応えがあったな、という最後に解説っていうところで、この作品はこう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 、こういったね、コンセプトで撮ったんですよ、ということが、作家本人の文章で書かれるっていうね。それが一般的な洋書のね、アートブックになってくるわけですけど、 これないんですよ <laughs>。何にも書いてないよ、みたいなね。すごいですね。これかっこいい。2003年の頃にこんなね、ストイックな本作ってたんだなーっていうことでね。ホルズワーツ・パブリケーションズっていうことで、これドイツ、ドイツで作った本っぽいんですよね。僕はね、あの、フランスの古書店から取り寄せました。 ちょっとセール価格にしてもらってここがちょっと折れてたんでねあのちょっと折れてるか安くしてくれないかっつったらね18ユーロぐらい安くしてくれてね <laughs> 助かりましたねこんな本がね約20年の月日を経てこのね山谷くんの本に影響を与えたっていうことでね面白いですねあのねやっぱアーティストってもう当然のことながらあの全部オリジナルで作るっていうのはやっぱ不可能に等しいわけですよね そんな中で、やっぱ何かね、インスピレーションを受けたりとか、えー、そういったものをね、あの、何か過去の作品から、えー、じゃあ現代的にどういうふうにそのね、アプローチを持てるかっていうところは一つあると思うんですよ。で、言ってみたら、この街を何気なくもうなんか自分でも何,何を撮るでもなく、もうババババーっと撮った時に映ったもので、えー、何か見えるものがあるんじゃないかということをクリストファーウルが2003年にやったと。 で、それを山谷君は、ドラムというね、そのパフォーマンス、ある種の撮影装置を作って、でも、撮影行為から自分が離れていった時に、どんなものが見えるかっていうことをね、問わずでやってるわけですよね。だ似て非なるものなんだけど、似てる。<laughs> はい。そんなね、作品になってるんじゃないかなと思うんですよ。じゃあ、この作品、あ、この本面白かったな、っていう時に、じゃあ、そのバックグラウンドにどんなものがあったのか、っていうことをね、考えてみるっていうのもね、一つ面白いと思うんですよね。まあ、あのー、なかなかね、手に入らない本ではあると思うんで、えー、どうで見れるのかな、国会図書館に要所ってないですもんね。 だちょっと探していただく必要があると思うんですけど、まあ、せっかくだからね、せっかくこの動画の中でね、ちょっと軽く、もう一回ね、ばわばってみ、て、ばわばって、まあでもこのぐらいの速度でもいいぐらいの、なんてことない風景なわけですよ。でもそれが面白いっていうね。これね、結構、クローと向けですね。普通に写真やってても、これ面白いっていうのは、ちょっとなかなか難しいですよ。でもね、こ言ってみたら、森山さんの、写真をさようならですよ。 ね、ある種のそこにね行き着いてる部分あるんじゃないかな何を撮るでもなくてもうそ,そこで写真となんかもう立ち別れをするみたいなねそれぐらいね行き着いたところの一つのね執着点なんじゃないかなっていうこともね一つ思いますねイーストブロードウェイブレイクダウンということでねかっこいいですよね <laughs> ちょっと久しぶりにねあのお話をしたんでもう僕はすぐにねあの声が枯れてしまうんですが。 はい。あの、面白みが伝わったらね、いいかなと思うんですけど。やっぱ YouTube ね、更新っていうところで、やっぱ一個一個ね、もうめちゃくちゃ時間かけて作ると、もう本当に精神と肉体、どちらともね、結構ね、もう参ってしまうんで、 今日みたいな感じでね、あの、そのままの思いつきの話にはなってしまうんですけど、ちょっと Vlog 形式でね、あの、いろいろとまた講習をね、始めていけたらな、というところでね、Twitter の方ではね、あの、第一章としての YouTube を一回終わらせた、という風なね、話をですね、書かせてもらったんですけど、まあ、そういった意味でもね、ちょっと第二章的なね、感じで、もっとね、オランダ寄りの感じにもね、していきたいな、ということもね、感じますし、あの、せっかくオランダにいるんで、あんまり写真写真でやってしまうと、 何ここでやってんだろうみたいなね、戸惑いも自分の中で生まれてもね、いたんで、まあ、ちょっとね、もう少し肩の,肩の力をね、抜いた形でえ、いろんなことをですね、お届けできたらというところで、あの、実はね、このパソコンじゃねえや、実はね、この机のね、向きもね、ちょっと90度曲げてで、前はね、背景がね、あの、ベッドだったんですけど、ちょっと角度を変えることでね、日々ね、もう少し撮影がね、しやすくなるんじゃないかなっていうこともね、いろいろ考えつつですね、あの、やっていこうかなというね、あの、渡辺悟さんのね、最新動画で、 血中写真濃度を上げるっていうね、お話あったと思うんですけど、僕の場合はね、血中 YouTube 濃度を上げるっていうことでね、最近ちょっとまたね、いろんな YouTuber のね、動画を見ながら、モチベーションをね、上げていこうかなっていうことをね、やっています。ということでね、あのー、ちょっとね、更新頻度落ちていたんですけど、またね、YouTube こういった形で始めていきたいなというふうに思うんで、えー、楽しみにね、していただけたらと思います。という感じでね、今日はクリストファーウルのイーストブロードウェイブレイクダウンをね、軽くご紹介しました。それでは、また